鳥山明氏原作のフジテレビ系人気アニメ、ドラゴンボール超日曜、全9時に、ドクタースランプ、アラレちゃんの主人公、アラレちゃんが出演することが22日分かった。12月4日放送の第69話に登場する。今年、ドラゴンボールが30周年、ドクタースランプが35周年という節目を迎え、同じ鳥山氏原作という縁で実現した共演。5月にも悟空とアラレちゃんが一瞬出会うシーンが登場し話題となったが、今回は本格参戦。当日は、悟空がガードマンを務める、最も優れた発明品を決める、世界発明品アワードにドクタースランプーの乗り換戦表絵が選出。これを不満に思ったドクターマシリトが会場に乱入してくるが、その傍らにはアラレちゃんとガちゃんがいて、というストーリーで展開する。共演にあたり、悟空の声を担当する野沢雅子さんと、アラレちゃん役の小山真美さんと対談。悟空とアラレちゃんとの対決会に、めっちゃんこ嬉しかったです。憧れのマコ、野沢、さんとまたご一緒できるだけで、と小山さんが言えば、野沢さんも、悟空は喜ぶだろうなって思いました。アラレちゃんと一緒にやるんだって。そして、強そうだなぁ、っていうよりは、懐かしいなぁ、っていうと思ったの。悟空は誰でもすぐにお友達になれるから、と心境を察した。駆け出しの頃に、野沢さんのタイミングの良いアフレコを見て驚いたという小山さんは、今日はそれを思い出して、マコさんは今も生き生きとした演技で声も変わっていなくて本当にすごい、と感嘆。あられ役として久しぶりにセリフの多い回なので、キーン、ができるよう、ボイストレーニングで準備したことを明かした。長くやったキャラクターは、ずっと心に残っているんですよ、と、悟空への思いを語った野沢さんは、かっこいい悟空と、かわいいあられちゃんがコラボするわけじゃないですか。世代を超えて家族全員で楽しんでほしい、と意気込み。小山さんも、私もやっぱりあられが可愛いんです。自分も一緒に作ったという気持ちが残っていて、それを大切にしたい、とあられ愛を披露。あられちゃんの声で、家族みんなで、一緒に楽しんでちょ、と呼びかけた。11月にフジテレビ系でスタートしたフリーアナウンサー、古舘一郎のトークバラエティ、古舘さん。あと7:00の20日放送分の関東地区平均視聴率が 5.8% と、テレビ東京を含め同時間帯で全局で最低だったことが21日、分かった。6日の初回は 8.2%、13日は 8.1% だったが、3回目の放送で 5% 台に落ち込んだ。同時間